米大リーグカブス1対4ドジャース、6日米イリノイ州シカゴリグレーフィールド。動画、すげえ、山本義信の脱三振賞、ドジャース、山本義信投手、25、が6日、日本時間7日、敵地、カブス戦に先発し、5回80球を投げて3アンダム失点、8脱三振の好頭でメジャー初勝利をつかんだ。大谷翔平投手、29、は、 2番、指名打者、でフル出場し、先制点につながる安打を放つなど4打数2安打でアシストした。この試合では、カブスの2番、右翼、でフル出場した鈴木誠也外野手、29、とのメジャー初対決にも注目が集まった。日本時代は4打数1安打3三振と抑えていたが、山本が対戦関係なくなかなか会えないので、会えることはすごく楽しみです。 と心を踊らせ聖也は日本ではすごかったですしコテンパンにやられた記憶があるしっかり対策してしっかり打てるように頑張りたいと意気込んでいた初回虫二塁の1打席目はカーブ2球で山本が簡単に追い込んだがそこから4球連続ボールで四球2回西一二塁の2打席目は初球のカーブで打ち取ったかのように見えたが三塁手 マンシーの失策で鈴木が出塁した。5回1死走者なしの3打席目は、カウント2月2日から高めの直球で、山本が空振り三振を奪った。山本は安打を許さなかった聖夜との対決を、三振は狙ったところではなかったけど、たまたまいいところにストレートがいい高さにちょうど抜けたので、運が良かっただけですね、とうなずいていた。